夢彦さん、えー、今回夢彦さんでいこうと思います。夢彦さん、勘弁してください。<laughs> えっと夢彦さんですね、<laughs> あのドリアカ生なのにもかかわらず、ドリアカのオファーを欲しいみたいなね、<laughs> どういうことやねんと。<laughs> どうい,う <laughs> いや、自分、ドリアカ生やねんと <laughs>、はいまあ。ということで、まあ、今回ですね、まあえー、ちょっと話はそれたんですけど、えー、5000円稼げたということで、おめでとうございます。はい まあこれね本当にねまあライティングに関してはですねまあ非常に面倒くさいんですけれどもややれればば稼稼げげるんで <laughs> やれば稼げます、はい、まあ、他にもですね別動画でレビュー動画撮りましたけれどもまあそこでもちょっと話してるんでそっちの動画もちょっと見ていただきたいんですけどまあそのまあ夢彦さん自身がですねこれはまあまあ体感してると思うんですけどまあブログとかも結構大変じゃないですか大変だけどやれば絶対結果は何かしら結果出てくるんでただ夢彦さんの悪いところはマネタイズをしましょうってところなんですよ。 マネタイズなんか商品売りましょう1000円でもいいから売りましょうまずは1000円でもいいんで500円でもいいんで100円でもいいんで売りましょうその結果報告をちょっと欲しいですねもうあんだけブログのそブログでなんだお客さんがこう増えてきてるまあメルえー、アメブロの読者数も1000いったなのでこの読者さんの悩み聞いてその悩みを解決する商品を先行で商品作る前に先行で500円とかでもいいじゃないですかモニター販売で500円で売る理由それは 売る理由それはモニター僕が初めて新商品と出すんでモニター価格で今回販売させていただきますほ,ほぼ利益はないんですけど一応モニター価格で500円ぐらいで販売させていただきますともしくは1000円でとか100円でもいいですワンコイン100円ででその代わり、えー、お客さんの声くださいっていうようなまずなんかその商品を売ってみるっていうことをやった方がいいんじゃないかなと僕は思います で、逆に言うと、その結果報告をぜひいただきたいなと僕は思います。こんだけ結果報告いただいてるんですけれども、まだそのお客さんに商品を売ったっていう報告がないんですよ。で、ここは多分自分の中でブレーキ、心の多分マインドブレーキがあるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ100円でクレーム来ますって話で。 ちゃんとお客さん、あんだけ読濃い読者さんがいてで、お客さんに対応、コメント返しもしてて、で、ではそのお客さんの悩みを聞いて、その悩みに付随する新商品出しますって言って、もうブログで案内しちゃえばいいじゃないですか。今度こんな新商品出そうと思うんですけど、みたいな。とか、もしくは今度新商品出そうと思うんですけど、どういう新商品があったら欲しいと思いますかって、ブログにぜひコメントくださいとか、今、どういうことを聞きたいですかとか。 で、そのコメントが来たやつに対して商品作ればいいじゃないですか。で、モニター価格でとか。で、やればいいのかなとは思うんですけど、そこがね、まだ多分、ちょっとマインドブレーキがかかってるんじゃないかなと、ちょっと怖い、臆病になってるんじゃないかなと僕は思います。そこをちょっと外さないと、まあ、今後、収入の面でいくらたっても伸びないと思います。 だってそもそもですよそもそもアメブロでアフリエートができないんですからうんだからアメブロでやるんだったらアメブロで何かやるんだったらメルマガでメルマガにリストを取ってメルマガでアフリエートするかもしくはブログのメルマガで、えー、アフリエートするかもしくはメルマガで、えー、自分の商品売るかもしくはアメブロで直の記事で商品売るかとかねアメブロはアフリエート多分ダメだと思うんでで,できたのかな、まあ、とりあえず自分の商品を売ってみたらいかがでしょう ということで、えーまあ、別動画でも、えーえー、レビュー動画撮ってますので、えー、多分見ると思いますけど、そちらご覧ください。あとはですね、結果報告に関しては、ぜひですね、夢彦さんは何か100円でもいいんで、売りましょう。お客さんからお金をいただくっていう行為をまずやるというところをやってみてください。そこをまずやると、ちょっと一皮むけると思いますので、はい。では、またその結果報告を。 お待ちしておりますでは